はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドレトロ続きやっていきたいと思います。今パーティーがこんな感じになってまして、キングレオ、グレートドラゴン、魔王の使いね。まあこのグレートドラゴンと魔王の使い見てね、まあピンとくる方もいるかと思いますけど、グレートドラゴンと、さあメタルスライムもね、ちょっと裏で入れちゃいましたね。あとね、魔王の使い。逆だったかな？あ、そうだ、逆だね。魔王の使い、グレートドラゴンだ。魔王の使いと、グレートドラゴン。はい、一応も仲間にしようような魔物が生まれそうです。これね、順番間違えたらね、大変なことになるのでね。まあ、これを、配合させちゃいます。それでどうしようかな。まあ、一応おすすめス決めとこうか。キングレイも強いんでね。なんと、竜王の卵じゃ。はい。なんともう竜王生まれちゃいました。まだちょっと孵化させないです。でね、この神竜メスっているじゃないですか。まあ、これとね、配合してもいいんだけど、まあ、ちょっと神竜は取っとこうかな。まあ、神竜メスだったから竜王のオスを生まれさせればいいので、で、名前4文字しか入んないからね。どうしようかな。ドラゴンとかでもいいけどね。鑑定する、竜王。男の子ね。ああ、いいのか、男の子で。竜王はドラゴンクエスト1のラスボスですね。それがもう生まれます。まあ一番最初にできるハテナ系かな、これは。他のね、モンスターズだったらね、ドラゴン系とかなんだよね。これね。さて、竜王入れたので、どうすかな。メタルスライムとね、ドラゴンとかでね、メタルドラゴンとかできたのかな、確か。まあそんなんでもいいけど、まだ後でもね、普通に入るんでね。お、プラス14までいけるか。竜を、竜でいいや。竜。どっちかといえば、まあ魔法使い系みたいな感じだけどね。あとは、いろいろいるから、図章丸とかもね、これも後でね、ちょっと配合で使えるので、まあ、新しいとこ行くか。その前にちょっとレベル上げてこなくちゃいけないので、まあ新しい扉もあったけどね、今きついからね。行ける場所はもうないかな。どっか増えてないかな。あとはもう、配合なんで、神竜へか。でね、ちょっとレベル上げてきますね。さすがに1じゃまずいんで。はい、そして忘れてたんですけど、いつの間になんですけど、ここにね、霜降り肉売ってました。自分ないな、ないなって言ったけど、ある。だから、もう仲間入れられるわ。9個くらい買っとこう。お店立ちましたよってね、ここ来てなかったんですよ、自分ね。あとは、そうだね、あそこも扉あるもんね。この国には隠された扉がいくつかあるそうじゃ。どこにあるかわからんのがサタン役員。まあ、それは知ってんだよね。それで、メダルも集まってましたね、自分。そうだね、霜降り肉売ってた。ずっと右の方行っててね、骨付きで霜降り売り出されないなと思ってたら、それはちょっと前に売ってたかもね、もしかしたらね。だから、扉入って捕まえるだけ捕まえて、まあ、戻ってきてもいいかなと思うんだけど、あとね、メダルが13枚溜まったので、サンダーバード交換できますね。メタルスライム捕まえといてるので、ここでも確かメタルスライム入ったかな？はい。ご褒美あげよう。サンダーバードの卵じゃん。牧場に送っておくぞ。はい。次が18枚でパオーム。あ、パオームもらえるのか。パオーム2体でキングレオできますので、キングレオは、まあ、使うね。まあそれでもいいかな。パオームはそれで図鑑埋まるので、サンダーバードでしょ？あとは、霜降りでなんか捕まえてこようか。それでランク上げよう。そうだね。捕まえ、あ、そうだ、マトロンとか捕まえてないわ。この上にいましたよね。自分、一気に飛んじゃったので、確かここ。捕
捕まえてないの結構いるんですよね。それを配合しよう。レベル上げつつね。だから今回はちょっと進まないかな、扉は。配合とかなっちゃうかな。竜を作ったので。だから、まだ作ってないモンスターとか埋めたいので、そろそろいい加減ね。あと5枚か、パオム。はい。人面鳥は入れてない。霜降りでいいか。大体入っと思うけどね、霜降りあれば。人面獣いるから、人面鳥。人。いいです。人。まあ、こんなもんだね。もう、行こうか。今あったね。あったけどいいや。捕まえてないモンスター。他国のマスターいたらね、霜降り2個ぐらい使ったら大体入るんだけどね、グレンデル欲しいっすよね。今あれだから、オスと、メスか、どっちかわかんないけど。あと、溶岩魔人がいれば、図章丸の片割れも作れるし、それ2体必要なんだよね。しかもスカウト級で必要だった気がするので、まあなかなか大変ですけど、まあそんなにね、難易度は高くないんで、このゲーム。あ、スカルガルーは捕まえてないです。あ、獣系取っとくか、そうだね。まあ、こんな調子でちょっとね、集めていきますんで。ね。スカルー。オスばっかだな。やばいな。溢れ返っちゃいますね。ミミック。物質系とかもね、いいけど、まあ、いいか。入っかな。霜降り使っても入んないときあっかんな。ああ、やっぱ入んな。耳。配合要因なんだけど、メスがいない。オスばっかりだ。まずい。これなんでこんな偏るんだろうな。あ、いた。あー、モーザかな、これは。一個じゃダメかな。でも一個でも入るときあっかんね。あ、ダメか。まあ、そんな甘くないよね。まあ1体ぐらいで連れていけばいいんだけど、こっちちょっと強すぎんな。
さまよう鎧入れてないね。ヘルビーストでもいいけどね。ヘルビーストも結構いいのになるから。何種類かできまして、まあ、その作ってない方になるかなっていう。やっぱ一個だけじゃなんないよね。クリアはきついんですけど、ここね、一応行けるんですけど、ちょっとね、レベル高い場所なんですけど、ここにね、呪いのランプいたので、捕まえてね、スカウト級だけやっちゃおうかな。配合しやすくなると思うので、一階にいたと思うけど。ああ、いたけど余計なおまけがついてきてる。なんとか回り先行かないとね、こういう感じになるから、はい、そうですよね。1個で入ると思うけどね。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい。呪い。これを入れに来ました。で、神竜外すんですけど、まあ、こういうやり方もありますよね。よし、これでスカウト級が1個完成で、次なんだろうな。呪いのランプの次なんだろう。そこまではね、なんとなく覚えて、花かわせみ呪いのランプ。だキラーエプとかもいたような気がするな、確か。メタルスライムとかキラーエプとかなんかそこら辺だったような気がするけど、次は。違ったかな。あとはちょっと大御所モンスターでね。それは呪いのランプ、なんと意地悪そうな顔じゃ。よくぞ連れてまいた、そなたの褒美を取らそうぞ。守りの種じゃ。はい、次は。あ、そうだ、メタルスライムだ。やっぱり。メタルスライムもいますね。だから、これでもう配合していいので、行ったり来たりちょっと面倒なんでね。多分、記憶確かならば、キラーエイプだったような気がするんだよな。違ったかな、メタルスライムの後。一応ね、このメタルスライムは、おっと、こっちじゃない。メタルスライムはね、たまたま戦ってたらね、肉使ったら一番最後残って逃げなくて、まあ入ったんですけど、キラーエープはね、今、入った時に、たまたま他国のマスター出てきて手に入ったんですけどね。確かこんなもんだったと思うよ、普通に作れるモンスターは。もう一個なんかあったかな ?8 番目ぐらいまで普通のこういうモンスターだったのかもしんない。それはメタルスライム、なんとツヤツヤしておるのじゃ。よくぞ連れてまいった、その後の掘りを取らせよう。お、命を取る。次は。あ、ほら、やっぱり。おー、記憶、すごいね。キラーエプ、ここまで覚えてる。だから、呪いのランプ、花かわせみ呪いのランプ、メタルスライム、キラーエプ、あと次なんだっけな。キングレオもいたんだよ、確か。キングレオ、神竜、二軸クジャクとかだったと思うけど、どこだったっけな。はい、それはキラーエプ、なんと強そうな猿なのじゃ。よくぞ連れてまいった、その後、褒美を取らせよ。お、次は。虫系、ホーンビートル。ハサミクワガタ2匹ですね。クワガタに角が生えたような、ホーンビートル。虫系の、まあ、ちょっと強い感じか。じゃあ、配合しちゃうかな。キラーエプもパオームとかなるからね。だから、景品でもらえるときに、キングレオを作るためにね、材料として残しておけばいいんだけど、1匹いるから、確か2匹使ったんだっけ?使って、スカウト級かなんかで使いたいから、あんま配合したくないっていうのもあるけど、あ、ちなみに、サンダーバード。これ、ね、こんな感じです。これ入りましたね。それはいいんだけど。あ!
待てよ、ハサミクワガタ、ハサミクワガタ、ホンビトルだよね。人面鳥と呪いのランプでできるのか。ってことは人面鳥もう一匹捕まえてくればいいのかな。虫系だよね。うちゃか。40ってなんだよ、呪いのランプ。すげえな。まあ、これでホーンビートルはできるんで、ホーンビートル同士でもできるんだけどね。確かハサミクワガタ2匹だったよね。プラス5いるんだっけ、これ。まあ、深さしといて、や、1匹目はね。で、あとはメス、オスだったらメスで、メスだったらオス作ればいいので、まあ、そんな感じですよね。ハサミクワガタ自体はそんなランクは高くないと思うけど、オスだったね、今ね。ハサミ。で、物質系と虫いたっけ、浮遊獣、アイアンタートル、スカルガル、マットロン。マットロン、ちょ待って、これエビルワンドが物質系だな。ん？物質系じゃないな、エビルワンド。エビルワンドってゾンビ系だっけ？物質系だよな。あ、物質だ。物質と、これでできっかな、ハサミクワガタ。人面鳥？人面鳥。そうだね。はい、道中ね、まあ、レベル上げがてらね、またね、他国のマスターいたんですけど、低い鳥。霜降り上げたら仲間になりました。低い鳥。低い。よし。あとね、ホークブリザード作ればいいんですけど。あー、この物質系もあんのか。まあいいや。人面鳥も捕まえたので、あとまあ配合すればいいんですけどね。まあいいや、行っちゃいますね。はい、配合ですけど、ハサミクワガタいたよね。それでハサミクワガタと、オスなんで、この人面鳥と、エビのワンドでできるかな。あ、やっぱそうだ。メスだよね。メス作ればいいんだ。で、これで、ちょっと鑑定して、そうなの。まあ、もっといいのもできんだけど、とりあえずホンビートル連れてこいって言ったんで、連れて行きましょう。スカウト級ちょっと進めたいので、後々面倒になるんでね。竜王がまだ9なんだよね。これ10になったらね、また面白かったりするんだけど。男の子。ってことは女の子にしましょう。で、生まれて、レベル上げて配合すればいいので、またそこまで行きますね。そうだ、それ確かそれでできたはずだから、ハサミクワガタとハサミ子あとは適当に配合させればいいので、デスフラッターとかね、キラーエープ何できるこれ。ちょっと作ったことないのできたらまた後で紹介しますね。さて、ホーンビートルって言ってましたよね。もう、あ、そう、モーザ捕まえましたね、途中でね。ハサミクワガタと、ハサミコさん。できますよね。これ、次なんだっけな。まあ、行けばわかるね。まあ、調べれば一発でわかるんだけど、まあ、別にいいでしょ。
コーンビートル、メス、ホーン。まあ、連れてっちゃいますか。ちなみに、竜王と神竜で、一度も仲間にしようの魔物が生まれそう、座城ってなんだけど、後先考えてますんでね、今配合しちゃったらまずいんで、竜王のね、さらに上ありますよね。まあ、それになるわけですけど、また今度やりましょう、それは。だから、まあ、ドラゴン系は全部だよね、それでね。まあ、ドラゴン系っていうか、ドラゴン系じゃないんだけどね、この場合。とりあえず使うときはね、全部やっちゃいましょう。お、それはホーンビートル、なんと立派な角じゃ。よくぞ連れてまいった、育てもおいこ取らせよ。おい。次は。死神が、あ、死神か。死神は覚えてなかったな。これどうやって作るの？大きな首切り釜を持っているという死神を。死神は、あれ、ゾンビ系だな。マトロン、マトロンなんだっけあれ。ま、なんかでできるかもね。さて、いくらかレベル上げたんですけど、まあ、いけっかな。これで次のところでレベル上げればいいので、はい。ご来場の皆さん、格闘場へようこそということで、まあ、A ランクですね。ちょっとここら辺が厄介になってくると思うけどね。お、キメラと？何これ？え、ジャミラスじゃないよね。ヘルビーストかな？あと、カリウソか。なんかジャミラスっぽいような。あ、ヘルコンドルですよね。じゃあ作戦で、どうすかな。いろいろやろうぜ、しとこうか。あんま意味ねえかな。まあ、あとは回復、そうだね。まあ、これでいけるか。あ、グリズリーとライオネックだね。グリズリー。まずくなかったっけこれ確か。え、なんだ身を守ってるって。ああ。まずいな。うわ、危ね。懐飛び込んだって何ある？まあ、いけるか。ここちょっと危ないね。ライオネックだけにネックだね。竜落ちちゃった。え、強え。侵入防御でいいかも。酒場の女マスターマチコの登場です。あー、これ厄介だな。リップスとお化けキノコだねこれね。まあはね、アタックで倒して結構寝るよね。お、ザラギ効くんだ。いいねいいね。あー、行ったね。あー、危ねえ。うかうかしててやられんね。ザラキ効きますね。あなたはヨシャン誕生だ。マスターテリーにどうぞ温かい拍手。結構きつかったので、もうそろそろ考えないといけないね。はい。ようやった。A クラス勝ち抜きだぞ。迷いと裁きの部屋を王様が開けてくれたぞ。より強い魔物の乗る旅の扉が待ってるぞ。そろそろ配合も、いろいろ考えないといけないね。A クラスになったので、ここまだだっけ？おい、本気で S クラスを目指してるのか？はい。
だったらそんな強さじゃ一生勝てないぞ。まあそりゃそうだろうな。じゃあとりあえずまあここまでにしとこうか。じゃあ次回ね、新しい場所行けると思いますので、もうちょっとレベル上げてからかな。レベル上げたら強いんだけどね、なかなか上がんないので、次の扉を回りながらでいいかな。じゃあ今のうち配合していくらか減らしておかないとダメだね。低い通りが入ったので、ホークブリザードできればいいんだよな。ヘルコンドルもね、作ったんですよね。さて、浮遊樹。なんかしらできる。ああ、そうか。同じ性別同士か。まあいいや。次までにね、いろいろ考えておきますね。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。